道具の手入れでさ、動画出してきたけれども、錆びるから洗えとは喋ったんだけども、実はこのクワね、7、8年、8年かな、使ってんだけども、ね、錆びてないじゃん。ね、これどういうことかっていうと、まあ、このまず外すよ。こうやってやると外れるんだけどもね。さすがにね、長く使ってるから、見えるかな？割れが入ってきて、もう寿命かなっていう感じなんだけども、ね、で、洗ってないんだけども、錆びてないのよ。まあ、さすがになんか赤っぽく、錆びっぽくなんかなってきてはいるんだけれども、ね、全然ね、洗ってないって割には綺麗じゃん。なんでかっていうと、ここに書いてあるんだけども、ステンレススティールって、要はステンレスね。ステンレス使うと本当に錆びないの。まあ、一部この辺とかね、なんか錆びてるけれどもさ、ね、錆びてはいるんだけれども、錆びてるのかな、これ錆びなのかな、ね、全然ね、腐食しない。やっぱステンレスを使ってほしいね。高いけどね、農具とかでも、摘果バサミってさ、ちょっと持ってくるか。よいしょ。摘果バサミっていうのが、こういう先っぽがね、とんがってて、ハサミ。剪定バサミだったかな、はこういう形なんだけども、ね、これは太いの切るのにいいんだけども、細かいところを切るにはやっぱこういう摘果バサミってさ、先っぽがね、とんがってるやつ使いやすいのね。まあ、これも古いからね、ちょっと先っぽ曲がってきちゃってるんだけども、これもね、ステンレスなの。見えるかな、ステンレスって書いてるんだけども、書いてるの、ステンレスって。これ10年は使ってるね。ちょっと使いすぎて、先っぽがね、合わなくなってきてるね。だからちょっともう寿命かなって感じだけども、10年使ってもう全然ね、錆びないの、ステンレスだから。だから、いくらね、洗ったり手入れしても鉄は錆びるもんだから、そういうもんだから、だからステンレスね、こういう細かいものとかね、ステンレス使ってほしい。ズボラな人だったらね、こういうのもね、ステンレス、すごくおすすめ。ね、高いけどね。で、この摘果バサミとか、鉄のものであれば1000円ぐらいなんだけども、ステンレスだと1500円ぐらいするのね。まあ、それもそのくらいのもんだよ。それで10年間全くトラブルなく、ね、適当に水で洗ってるくらいで持つんだから、安いって。ね、1000円が1500円だろうがさ、2000円だろうがさ、ね。だから、道具をよく悪くしちゃう、壊しちゃうって人は、ちょこっとお金出してステンレスを買ってみたらいいと思う。本当に持つから。ね、本当にね、こういうふうに、割れちゃってるな、この奥の方、方ね、見えた、見えた。ね、これ、こういうのになるまで使えるから。ね、だから、道具買うならステンレス。高いけど、ちょこっとね、買ってください。そうすれば、本当に、手入れとか、めんどくさい手入れとか、あまりしないで、ただ洗っておいて、乾かしておくだけでさ、本当に全然ずっと使えるから、10年選手、8年選手、全然まだ使えるからさ、もうそうそう寿命近いけども、まだ使うからね、活躍してもらうから。なんで、ステンレスを買ってくださいっていう話ね。だから、その500円とか1000円とかケチって、錆びらせてすぐ投げるぐらいだったら、500円、1000円多く払って10年使ってください。その方がずっと安いから。ね。だからその材質、とにかくステンレスを買ってくれれば、まあ、とりあえず問題はないんで、土ついたり水ついたりしても錆びないから、とりあえず農具が錆びるものだから、錆びに勝つためにはステンレス。これを覚えて、材質何かなっていうことを見て、農機具、そういうものを選んでもらえれば、また農業がね、農作業がね、家庭菜園が楽しくなると思うんで、ぜひ、そういうとこまでね、道具の何が使って、材料が作られてるかっていうことも見て、選んでみてほしいなと思います。相棒なんで、10年間、20年間も使うかもわかんないよ。そういう相棒なんで、あまりケチらないでね、ぜひ使ってみてほしいなって、道具を探してほしいなって思いますんで、そういう動画でした。